こんにちは、こまちです。お腹が空いた。なんせ今日は女の子の日ということでね、月に1回爆食を許される特別な日なんでね、めっちゃ食べてやろうと思って。でも動くのもめんどくさいから、今日はね、出前館を使ってデリバリーしたいと思います。待てないので乾杯。ちょっともうお腹も待てないので、ちょっとだけ厚揚げのバター醤油焼き、うまい。やばい、一口食べたらもう食欲がめっちゃ湧いてきたということで、早速頼んでいきたいと思います。今出前館はね、クーポンめっちゃやってて、なんか毎日のようにね、いろんなクーポンやってて、今がね、2000円以上頼むと1500円オフクーポンっていうのがあるから、やばいね、2000円頼んだら500円で食べれるんだよ。だからそのクーポンを使ってね、ペコペコの胃袋を満たしていこうと思います。僕もピザが食べたくて、もうピザにします。1枚全部同じ味やだからさ、なんかハーフハーフみたいな、これや、ハーフ&ハーフにします。迷う、どうしよう、めっちゃいっぱいあるんやけど。これやん、オマールエビソースの贅沢シーフード。え、これ美味しそう。ブラータチーズの贅沢マルゲリータ。今1510円7円でしょ。だからあと500円頼める。サラダはな。サラダってさ、高いじゃん。もったいない。家にあるキャベツとかかじっとけばいいって思っちゃう。うわー、美味しそう、うま辛チキン。やっぱ辛いのが好きだから、このうま辛チキンにしよう。待って、8円 !8 円足りない。微妙に、どうしよう。で、ワンオーダーでローステッドポテトが、プレゼントだって。ってことはポテト頼んじゃダメだね。え、どうしよう、ポテトにしよう。旅行コードを入れて適用する。870円、できました、楽しい。旅行コード30分ぐらい到着を待ちたいと思います。はい、ということで届きました。到着予定時刻の20分前に着くっていう、もう超優秀。私が注文するもの知ってたんっていうぐらい、移動距離でしかないじゃんっていうぐらい早かった。ということで開けていきます。せーの、あー、めっちゃ美味しそう。これは何だ、ポテトだ。いい匂い。あ、ハッシュドポテトみたいなやつ。あ、じゃあこれがチキンだ。うまい、食べよう。モッツァレラ、フォルチモッツァレラみたいなやつ。はぁ、いただきます。超ジャンキーな味がする。やばい、最高。なんかね、伸びるチーズっていうかね、なんか濃厚なチーズ。オマールエビソースの贅沢シーフード。絶対美味しいよ。美味しい、なんかグラタンみたい。ピザじゃないこれ、グラタンだ。すごいね、高級な味がする。高級な濃厚なシーフードグラタン。うまっ。最高。ちょっとポテトあったかいうちに食べよう。ポテト冷めると美味しくないもんね。めっちゃ芋感強い芋だこれ。このマスタードソースをかけて。
マックのマスタードソースより酸味が強めのマスタードソースだ。ローステッドポテト。うん、柱ポテトだ。幸せ。うま辛チキンです。うわ、これはお酒に合う。スパイシーオイルかけたら油に油だからね。あー、今日だけはでも許してくれるんだ神様が。今日だけだぞ。インドネシア人のお家の絨毯の味がする。美味しい。うわー、すごく夢だね。夢のような食事だ。今回使ったクーパー初回の人限定なんだけども、2300円相当が800円だよ。やばくない？投稿してる時にはまた違うなんかキャンペーンがやってると思うんで、最近食欲やばいってでもお金ないっていう人はぜひ出前館でね、胃袋を満たしてください。めっちゃ満足できる。もうすでに満足だもん。結構生理前の食欲やばい人って多いじゃん。でも生理前は別に普通で、生理来たらもう突撃に食欲が爆発するわけよ。生理2日目が一番やばいかな。もうまさに今日今この瞬間生理2日目なの。もうだから食べるしかないと思って、これが800円で食べれるなら最高すぎる。でもね、生理中ってめっちゃ太りやすいんだって。やだね。神様はさ、生理中だからそれは食べたくなるよね、今日は食べてもいいよって言ってくれてんのに、その代わり太るけどね、今日食べたらその分全部脂肪になるけどねみたいな。怖いね神様って。この前髪のこの真ん中がすごいパックンチョしてる。やだ、これが一番好きな缶チューハイです。氷結無糖レモン 7%、 これが最高に美味しい。缶のレモンチューハイ界に旋風を巻き起こした。カップル YouTuber とかさ、よくやるじゃん。彼女が生理中だったら彼氏はどんな対応をしてくれるのか、ドッキリのような検証のようなやつ。あれでさ、クソみたいな対応する彼氏いなくない？みんな神様対応だよね。今の時代さ、めちゃめちゃカップル YouTuber さんっているじゃん。それでさ、100発100中のぐらいさ、みんなの彼氏めっちゃ優しいじゃん。ダメ彼氏バージョンの検証結果見てみたい。彼女がさ、めっちゃお腹痛い、今私生理でめっちゃお腹痛いなって言った。そんなの寝ときゃ治るだろみたいなさ、ちょっと薬買ってきてとか言ったら、だる、なんで俺がお前のために薬買ってかなきゃいけないんだよとかさ、いるんかなそんなクソ男。いや、そんな見たくないから、そんな見たら落ち込むか。やだね、やだわ。ね、優しくしてあげてください。なんかさ、でもさ、それをさ当たり前と思っちゃダメだよね。彼女側はさ、生理だからお腹痛いって言って背中さすってくれたりとかさ、お腹か。彼氏がいなかったらそんなことしてくれないんだよ。わし独り身じゃん。お腹痛かろうが、どんだけだるかろうが、自分は自分で助けなきゃいけないわけ。それをさ、彼氏がいて、ま、同棲してたりしたらさ、彼氏が助けてくれるじゃん。それってめちゃめちゃありがたいことよね。ちなみに私は生理痛が全くないから全然辛くないんだけどね。ただお腹はすくめっちゃ、だから爆食はする。でも一人で爆食するのちょっと寂しいから、ちょっと見届けてて。全国の彼氏は大変だよな。だってさ、生理中になったら女の子お腹痛いとか、そういう弱いところだけじゃなくてさ、イライラもするわけ。めっちゃ当てられたりもする人もきっといると思うけどさ、それでも今俺が言い返しちゃいけないんだって我慢してるわけでしょ。もうね、本当にありがとう。
もさ、女の子からしてもさ、こんだけイライラしたりお腹痛くなったりするのも女の子のせいでもないじゃん。もうすべては生理のせいじゃん。もうほんとこればっかりはしょうがないよね。カップル YouTuber でさ、彼女が生理で不機嫌だったらドッキリとかあるじゃん。なんか優しさを確かめるみたいな、そういうのはさ見ててもさほっこりするわけよ。でもさ浮気ドッキリとか妊娠ドッキリが本当に嫌いで、あれをやって得する人誰なのっていう感じ。別れよって言ってみたドッキリとか、ああいうのは本当に好きくなくて、コンテンツ的に人気なのかもしれないけどさ、嘘で別れたいのって絶対に言ったらダメだよ。相手が傷ついちゃう。ドッキリ見るのは好きだけど、傷つかない系のドッキリ見るのが好き。カップル YouTuber で一番好きなのはね、夜の人笑い。めっちゃ好き。めっちゃ面白い。なんかお笑い芸人のようなカップルなんだよね。いい意味で。マジで好き。インドネシアの絨毯かけまーす。なんか癖になる。わかる？なんかさ、足の裏の匂いとかって臭いけど、嗅ぎたくなるじゃん。なんかそんな感じ。この会話は最後に無言でひたすら食べ始めたから、ここからはアフレコだよ。こんにちは、こまちょびんです。今日はジャンクの代表ピザを食べたんだけど、実は一昔前までデリバリーのピザがくどすぎて苦手だった。だけど今日は油と炭水化物が無性に食べたくなったんだ。レディースデンマジック。でもたくさん頼んで全部食べれる気がするのは初めだけ。胃もたれしてきたからお姉ちゃんにポテトをお裾分けした。好きなだけ食べる、詰め込まない、それが罪悪感のない幸せな爆食マイルール。ピザの耳はね、もちもち派です。顎が疲れるまで食べたい。ピザは最高の小顔ダイエット。ピザにはコーラと思ってキリンザストロングのコーラサワーを買おうとしたんだけど、甘いしアルコール強いからやめにした。ストロング系の缶チューハイは1本で酔う。コスパはいいけど気持ち悪くなるから基本飲まない。だけどストレス溜まった時に無性に飲みたくなる。3歳児でもストレスは溜まる。すぐに酔えるけどあれに依存したらやばい。それにビールの方が美味しい。だけどもピザにはビールよりもレモンチューハイの方が合う。一応バッグでハイボールが控えてるんだけど、今日は出番ないみたい。ごめんね。完食。しっかり顎が疲れて顔が小さくなった。ピザダイエット超おすすめ。みんなもやってみてね。腹パン仮面。ごちそうさまでした。